白く流柔術。流祖は戸田越後の神。長年前田家に仕え、野と末盛の合戦には年家に従い、その軍功により13,670石を賜り、後に名人越後と言われた戸田流の流祖である。戸田流を白く流と改名したのは第10代の汁川筑右衛門興良である。実在を経て第14代の斎藤武八郎有城が伊勢崎藩主の酒井公の柔術指南となり、当時の国勢は数千人に及び、明治の後期まで伊勢崎市を中心に流星を見た。白く流は気をもって相手の気を制すを極意とし、戦国時代の武器から発達したもので、本来攻撃してくる相手は必ず倒すことから技の数も多く、柔術を中心に棒、太刀、鉄線、十手、薙刀、ちぎり、鎖鎌の術など200点ほどの技が伝承されている。白く流柔術練習館水品道場は長年の活動が認められ、平成27年2月26日伊勢崎市重要無形民俗文化財に指定されました。現在水品俊美先生が第19代宗家として伝承しておられます。第2会場尾張貫流槍術に続きまして、無限神道流居合術、無限神道流居合術のご演武です。無限神道流居合術。桃竜は武田宗閣の晩年の愛弟子であった山本角義が会津神道西部流と会津小野派一刀流両派の権威を集約し、これに大刀流愛知の秘宝を加え、14年の歳月をかけて再現して無限神道流居合術として創始された経緯である。
けるぞの会場は無限浸透流居合術、無限浸透流居合術のご演武でした。第2会場は続きまして無双神殿流居合術、無双神殿流居合術のご演武です。無双神殿流居合術、当流は龍祖林崎重信より長野村草を経て現代に至っては中山白道に創建されたものである。中山白道は大正5年5月以降、山川幸政の後の一代に平身流を正しく伝承していた下村重一の皇帝細川義政の指導が契機となって大きく改元した。中東の戦士より分派された流名を手に武装神殿流として完成した。昭和8年大日本武道会演武大会において武装神殿流抜刀術と交渉して演武し、以来武装神殿流居合として全国に普及され今日に至っている。第1会場は、喜楽流休日。